カシーラの師匠、カシーラは、ロシアのモスクワ州南部にある都市。岡川の南岸にあり、モスクワの南 115km に位置する。オジェリエリエの町からは北西へ 10km。人口は2005年時点で4万100人ほど。2002年国勢調査で4万898人。1989年ソ連国勢調査では4万4110人であった。 岡川対岸から眺めたカシーラの歴史的中心部、カシーラは1356年の記録にカシーラという名の村として書出しており、これはコシーラ川にちなむ、モスクワ州の町の中でも歴史の古い町である。当時のカシーラは岡川の北にあり、その場所には現在スタラやカシーラという村がある。カシーラはモスクワ大公国の南の国境地帯に位置する町であり、 軍事的に重要だったが、たびたび破壊された。1480年には、タタール人の襲撃に備え、イヴァン三世によりあらかじめ焼き払われた。火山藩国の王子で後に藩となったアブドゥル・ラティーフは、モスクワ大公国に派遣されていた時期にこの町を与えられていた。カシーラの死の紋章には、火山の象徴であるユランがあしらわれている。 カシーラのブベデニア聖堂現在のカシーラの町の創建の都市は古い町が1592年と1596年のクリミア半国による襲撃で破壊された後、町が丘側の左岸から右岸へと移転し、防御も新しくされた1619年とされる。しかし17世紀末には国境は南へと移動し、カシーラの軍事的重要性は失われた。18世紀には 岡川の水運とモスクワトゥーラセルプホーフなどを結ぶ街道とが交わる産業と交易の街として発展した。1777年には市の地位を与えられトゥーラ県の一部として交易で栄えたが1860年にモスクワリャザンクルスクの鉄道が開通すると路線から外れていたためにカシーラ経由の流通は衰退した。1900年にはモスクワから 立別区方面へ伸びる鉄道が開通した。1923年にはモスクワ州の一部となった。第二次世界大戦ではカシーラはモスクワの戦いにおける戦場となった。1941年11月にはモスクワへと北上するドイツ国防軍が占領しているが間もなく退却している。カシーラ火力発電所戦後はカシーラ市の面積は拡大した。 1920年代に大きな火力発電所建設と同時に開かれたノボカシルスク市を1963年に併合している。この発電所は近代化工事を受け、現在もカシイラの主な産業となっている。カシイラの歴史的な建物は、18世紀末のカシイラ、前世紀から20世紀初頭にかけて建てられたものであり、主に19世紀に建てられた多くの聖堂が残る。 市街地の主な建物には19世紀以来の木造平屋の住宅や新古典主義建築が多い。カシイラ駅カシイラの主な産業には火力発電所のほか、造船、金属工業、農業機械工業、レンガ工場、家具工場、繊維工場、食品工場などがある。道路交通ではモスクワからノボロシースクへ向かう M4 幹線道路が通り、ここで アストラハンへ向かう M6 幹線道路が分岐している。モスクワのパベレツ駅からウクライナのドネツクタン電へ伸びる鉄道路線は1900年に開通し、モスクワ、ドモジェドボ、オジェリエーリエなどへの近郊列車が出ている。ありがとうございます。